ダメだ、めちゃめちゃ面白い。はい、ということで、挑戦の方はね失敗ということで、ではペナルティでしたっけ。いやー、やっぱりね、もうこういうペナルティにしてね終わるということです、ございますよ。なんだこれですか。こちらに抽選箱があるのでこちらから引いていきたいと思います。よっ、ほっ、あー、なるほどね。上半期のドジな失敗談を告白。上半期のドジな失敗談か。ちょっと待って、ね、あのあれ見ていい、あのネタ帳見ていいですか。ありがとうございます。そう、いつもね、あの何かトーク振られてもいいようにねメモを常にしてるんですよ。なんかあったかな。そうだね。ドジなこと、あんまりドジ犯さないな、言うて。あったっけな。あれがあったな。コンタクトをね、そのライブだったりとかで使うようにコンタクトとかを買って、私まあコンタクトを買うっていうのもあんま経験が慣れてなかったんですよ。でその時お店で買ったら、あのさ、コンタクトって1ヶ月用と、そのなんだ、1日用というか、要は1日1回で使い捨てできるやつと洗って使用できるやつがなんか両方置いてたりして、そう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 。でその時にあれだったかな、間違えて私がね、その1日の間違えて、あの1ヶ月用のやつを買っちゃって、店員さんにすごい、あのめちゃめちゃ確認されたにもかかわらず、で買った後にもうスーパーから出ようとしてた時に気づいて、ってすっごい悩んだけど、めちゃめちゃ申し訳なさそうにすいませんって言って、じゃあちょっとね店員さんにため息をつかれたっていう悲しい悲しい経験があるよ。なんかため息つかれるっていうのが一番なんか辛いよね。なんか、あ、はい、あ、わかりました。なんかそれならいっそなんか怒ってくれた方がいいんだけど、なんかあ、すいません、こちらちょっとやっぱり間違えてたみたいでって言ったら、あ、そうそう、はぁ、みたいな、こちら、はぁ、みたいな言われちゃってね。まあ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 、でもね、まあ間違えちゃったのも悪いしね、お手数おかけしちゃったんでね。いや、本当に気をつけなきゃいけないですね。ということでございました。はい、あ、じゃあ目安箱の方にね、行きたいと思います。はい、すごい、ドジな失敗談って言ってもあまりね、罰ゲーム感なかったですね。あ、これ宮津、これ違う、抽選箱だ、これ違うわ。めちゃ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 積極的にペナルティやろうとしてるやん。いかんいかんいかん。